はい、どうも、たいたいです。もっさんです。本日はですね、はい、お知らせがあります。大事なお知らせです。はい。で、2つあるんで、はい、ちょっと心して聞いてもらいたいな、すいません。心して聞いてもらいたいなと思っているんですけど、はい、でまず1つ目のお知らせがですね、はい、僕がですね、はい、サポートドラマーとして活動している、はい、神が残した夢を食うという、はい、アーティストがですね、8月27日の火曜日、渋谷クラブクワトロというところで、ワンマンライブをするんですけど、そちらにですね、なんとタイタイ FC が、僕とモットンが、はい、終演後の物販に登場するということでですね、まさかのね、はい、まさかの登場するということで、登場です。はい、なので、まあ、タイタイ FC のエンディングの曲にもなってますので、はいはいはい、そちらの曲も生で聴けますし、確かに他にもいい曲いっぱいありますし、はい、あとこれ僕がドラム叩いてるんで、実は、はい、僕のドラム叩いてるところも見てみたいよっていう方確かにいましたら、うん、まあ、これをきっかけにね、まあ、僕とモットンも物販最後いますし、はい、僕がドラム叩いてるところも見れますし、うん、まあ、タイタイ FC のエンディングになってる曲も生で聴けるので、はい、ぜひ遊びに来てくれたら嬉しいなということで、お願いします。概要欄にですね、チケットの購入リンク貼っているので、はい、ぜひ予定空いてる人は遊びに来てくれると嬉しいです。嬉しいです。お願いします、はい、で8月27日火曜日の、はい、7時スタートということで、7時スタート、はい、で会場自体は6時に会場するの で、うん、でその会場の時点でもしモットンが間に合えば、うん、会場の段階からフロアをうろついてる可能性があるので、はい、フロアでガチムチしてますから、はい、モットンがうろついてる可能性があるので、はい、そちらも楽しみにしていただければ、はい、フィジカル勝負ね、はい、挑んでいただければ、フィジカル勝負して大丈夫なんで、はい、そこもよろしくお願いします。お願いします。で次2つ目のお知らせがですね、はい、タイタイ FC の T シャツがですね、はい、販売しますということで、僕ら配信できてるタイタイFC T シャツがですね、はい、再販するということで、はい、こちら受注生産となっていますので、うん、こちらもね購入リンクから買えますので、はい、でこちらがですね、うん、半袖 T シャツ白黒と、はい、長袖 T シャツ白黒どちらも購入可能となっていますので、素晴らしい、まあ、季節もね今も夏ですから、うん、まあ、暑いよっていう人は半袖でも、で、まあ、ちょっと寒くなってきたら、うん、長袖でもっていう感じになっていますので、はい、ぜひご購入していただけると嬉しいです。お願いします。で渋谷クラブクワトロというライブハウスがですね、はい、渋谷のセンター街の GU のと同じビルの上にあるんで、え、そうなの、はい、めちゃめちゃアクセスもいいんで、じゃあユニクロでお買い物した後に来れると、あ、それでも大丈夫です。おー、ありがたい、はい、で結構綺麗なライブハウスなんで、あ、そうなんだ、うん、全然ストレスなく見れると思いますんで、楽しみですね、はい、僕がちょっとねドラム叩いてるので、はいはい、ぜひそちらも見てもらいたいなという思いも込めて、うんうん、今回ね特別にこういう機会を設けさせていただいたんで、はい、でもっともうね来てくれるんで、僕も行きます、はい、ぜひ皆さん遊びましょう、はい、遊びましょう一緒にね、はい、いや、僕が真剣なところはなかなかないですね、確かに、いつもこんなんだけど、はい、唯一真剣なところなので、はい、唯一ね、はい、サッカーの時もこれだもんね、そうです、ヘラヘラしてもんね、ヘラヘラしたプレイスタイルでやらせていただいてるんで、はいはい、唯一真剣な、いや、もう僕が唯一口元緩まない場所ですから、口閉じてるもんね、口閉じてる、ここは確かになんで、はい、ぜひ皆さん遊びに来てくれて嬉しいです。お願いします。で T シャツがですね、はい、値段がですね、はい、半袖が4500円で、はい、長袖が5500円ということで、なるほど、まあ、白黒ともに5500円ということなので、はいはいはい、まあ、受注生産なので、うん、まあ、購入していただいて、うん、まあ、1、2週間でできれば最速でお送りしようと思っているので、はい、まあ、最短で言うと1、2週間、うん、でサイズもね2展開で、はい、L と XL で展開していくので、はいはいはい、こちらもね詳細のサイズは概要欄からチェックしていただいて、はい、お選びいただけると嬉しいです、はい、でこれからですね、うん、もうプレミアリーグとかも開幕しますので、はい、そうだね、一緒にねタイタイ FC と、うん、サッカーを盛り上げていければいいなと思っていますので、うん、はい、ぜひ皆さんちょっとねこういう告知だけの動画になってしまいましたけど、はい、たまには告知させていただきたいですたまには、たまには、はい、お願いします。応援していただけると嬉しいです。お願いします。これがもう僕らの活動資金になるので、はい、よろしくお願いします。お願いします。今シーズンの意気込みとか見どころみたいなのあります？まず三笘選手復帰しましたから、はい、もう三笘選手の復帰をもう素直に喜んで、そうですよ、はい、プラス、バケモンたちがねまた加入しましたから、本当よ、いや本当だから三笘とそのバケモンたちのね、うん、融合も楽しみですよね。いや本当ですよ、はい、でも今回は日本人がすごいよねやっぱり。確かにね、プレミアリーグでいうと、うんうん、まあ、三笘、鎌田、うん、富安、はい、菅原も来ますから、来ますよ、来てますから、ね、サンプトン来ましたからね。で久保建英もね可能性ありますから、可能性大ですよ。で久保建英が来なくても僕らが今乗る竹になるって、はいはい、原宿で暴れるんで
だからもう見どころしかないですよね。確かに今シーズンは、ね、うん、まあ、まず見どころとしてはそのタケとイマノル。そう、まずそこはね。いや、タケとイマノル俺だいぶなんか濃厚な気がしてきたよ。いや、そう、なんかちょっと俺もう発注しとこうかな。あ、もうそうだよね、ユニフォームね。なんなら移籍してもやる可能性あるもん。確かにね、うん、ご褒美で、ね、そう、ご褒美で、だからご褒美でもあり罰ゲームでもあるから確かに楽しみなんですよね。そうだね。まあ、ということでですね、はい、はい、もうちょっとお知らせになってしまいましたけど、あの、まあ夏ね、僕らと戯れられる日が、うん、まあ、この日だけなのかなという感じ。そうだね、うん、でまた年末年始もね、イベントできたらと思ってるんですけど、うんうん、まあそれもまだ分かんないので、はい、ぜひ8月27日ね、うん、エンディングの曲ちょっとでもいいなって思ってる人いたら、ぜひ遊びに来てくれると。もう僕ドラム叩いてるんで、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。